さて、上質な魂は手に入った。また高校生活を送らないといけないのは面倒くさいが。まあいい。次こそは。何度も何度も時間を移動し、数多くの人間の魂を奪いエネルギーに変えたもの。自分の目的のためなら他人など関係ない。すべてを利用してやる。そんな悪を極めた人物がいた。その名も闇の英雄。何度も何度も過去に戻り、各高校球児やそのマネージャーの魂を封印していた。そんな彼は前回の時間移動でプロ入りを果たし、そこで数々のプロ野球選手の魂を封印してさらなるエネルギーを集めていた。だがその時間軸で彼は目標を達成することはできず、もう一度時間を移動。再びエビル高校に入学することとなった。そこで闇のエビルキャップの正体を隠し、甲子園決勝戦の円卓高校に勝利。特に怪しい行動をせず、高校生活3年間を終えプロ入りを果たした。高校球児のエネルギーでは物足りない。やはりプロのエネルギーが欲しいな。さて、目的のためにお前たちを利用させてもらおうか。今回はそんな悪の野望投手。闇の英雄のプロ野球人生を見ていきましょう。ということで皆さんこんにちは。今回はパワプロアプリ初登場闇野のプロ野球人生になります。彼がプロでしようとしていることはプロ野球選手の魂を奪い目的を達成すること。あと少しでエネルギーは溜まる。それまでに自分を邪魔する者は全員排除しなければならない。その排除対象は3人。オリックスに所属している桐崎、大田、そしてソフトバンクの浅尾馬だ。奴らは俺の行動から何かに気づいている可能性がある。注意しておかねばならないな。ということで1年目。1年目から1軍昇格。新人とは思えない実力で防御率 2.02、12勝、奪三振179を記録した。いきなり最多奪三振に選出され年俸アップの9700万。いきなりとんでもない新人が現れたと話題になったが、闇野にとっては当たり前のこと。何周もしてきたんだ。お前たちの弱点など簡単にわかるし、むしろ抑えられなければおかしいだろ。ただソウルジェイルとエビルキャップのエネルギーを解放するタイミングはある程度見極める必要がありそうだ。いきなりではなくゆっくりと見極めろ。そうすれば必ず勝機は訪れる。続く2年目。防御率 2.73、奪三振169と相変わらず優秀な成績を残すも、彼の底知れぬ禍々しいオーラにより11勝11敗という結果に終わる。確かに能力は一流だが、いまいちチームメイトに信頼されていない。やはり彼の心の底がチームメイトに少し伝わっているのだろう。なんか闇のって底知れぬ恐怖があるというか、触れづらいんだよね。だが、そんなこと闇のにとって関係はない。お前らのことなど初めから期待などしていない。俺は自分の投球が評価されればそれでいい。そんな彼のことを注目しており、怪しんでいる人物はもちろんいた。あの闇のというやつ。気になるな。アーサーも闇のに感づいてきた。彼も近いうちに探りを入れてくるだろう。続く3年目。防御率 2.94、奪三振149を記録し再び2桁勝利を記録。前年闇のは負け運の男と呼ばれたが、その不名誉な異名をもろともしない活躍をしついに年俸アップの1億4000万となった。まだまだ続く闇のの快進撃。最高球速は下がってしまうものの問題はない。いい感じだ。ソウルジェイルもそろそろ十分実力を発揮できそうだな。もちろんあの二人も闇ののことを危惧している。高校時代私たちに写真を撮らせていた件は正直引っかかるところだ。マイト、注目していくぞ。了解。彼女らが感じているのは間違いないこと。いつ闇のは本性を表すのか。まだまだ。慎重に行こう。続く4年目。前年より少し劣る防御率 3.38、負け運を感じさせないピッチングで先発の仕事をしっかりとこなした。しかし残念ながら年俸アップならず、もう少し野手陣には頑張ってほしいところである。また、4年経っても大して成長していないところからピークはすでに終わったのでは?という意見がある。とりあえず制球力と球速アップを果たしていこう。また、交流戦の時桐崎と大田に変わった質問をされた。闇のお前、なぜプロ野球選手になった？なんとなくだが、野球を楽しみたいという理由ではないだろ。そんなわけないだろ。本当にプロ野球選手になりたかったからなっただけだ。昔からそうだっただろ。彼女は何かに感づいている。厄介だ。桐崎、優秀な選手だったのにな。残念だよ。続く5年目。いつも通りの防御率で勝ち星を増やし奪三振170を記録。
絶対に取ることはできないだろうと思った最多勝に選出され、闇野の知名度はさらにアップ。結果的に年俸アップの2億6千万となった。巨人ファンからも支持され、さらには他球団ファンからも支持されている。まさに日本球界を代表する投手。女性からもイケメンと言われており、ファン投票も常に上位。そんな人物が裏で何をしているのか本人以外は知らない。強さ。圧倒的強さが俺には必要だ。一方、エビル高校の地下で切り裂きはあるものを見つけた。この高校の生徒で融通が効いてよかった。しかし、地下にあったこの入れ物は何だ？何のためにこれはあるんだ？続く6年目。といえどいつも通りの勢いは続かず。まさかの防御率 3.66、奪三振157を記録。普通の選手なら悪くない成績だが、数々の選手の魂を奪った闇野にとって正直これは許されない。いつになってもレベルアップしない能力。やはり何周もループしているうちにすでに能力は固定されてしまったのだろうか？別の技能を身につけなければならないようだ。上昇を伸ばすのは限界だな。限界を感じた闇野。まだまだ自分より上の選手はいる。そんな選手を超えることなどできるのか？そろそろ。出番かもしれないな。エビルキャップ。俺と共に最強を目指そう。続く7年目。いきなり防御率 1.90、17勝、奪三振180を記録し年俸アップの4億2000万。最多勝、最多奪三振、沢村賞、ベストナインに選出されるも闇野の勢いは衰えない。闇野はこれを機にエビルキャップを装着することにする。ソウルジェイルとエビルキャップ。エネルギーが満タンになった彼はそろそろ動くか。と決めた。まずは切り裂き党だ。お前たちは危険人物だ。はじめに仕留めさせてもらう。来年悪魔がついに動く。そして8年目。読売ジャイアンツはクライマックスシリーズを突破し日本シリーズ進出。対する相手は、オリックス。切り裂き党が所属しているチームだ。日本シリーズ第7戦目。ついに二人との戦いが始まる。久しぶりだな。切り裂き党だ。闇の、エビル高校の地下にからの入れ物があった。これはソウルジェイルだろ。ああ、使わなかったやつを捨てていたんだな。お前、カメラで撮った選手のエネルギーをここに封印していたんだろ？やはりお前は危ないな。この事実を知っている奴は封印するしかない。覚悟しろお前ら。お互いにとって消滅をかけた勝負。高校時代から明らかに成長した切り裂きと大田との勝負が始まる。闇野は1番、2番バッターを抑えるも3番バッター切り裂きにヒットを打たれる。そして4番バッター大田。彼を抑えなければ作戦は破綻する。必ず抑える。大田の打ったボールはセカンドゴロでアウト。そしてそのまま試合は圧倒的大差で10対2で勝利。日本一に輝いた。バカな。10対2で負けるなんて。切り裂き。大田。残念だよ。お前たちが仲間だったら計画もスムーズに進んだ。本当に。残念だよ。切り裂きと大田の魂をソウルジェイルのエネルギーとし、ついに彼は悪の心に身を包んだ。さあ、目的を達成しようか。エビルキャップをかぶり本性を見せた男。ここからは目的を達成するために多くのエネルギーを集めるだけだ。切り裂きと大田という邪魔者は消えた。もういらない心配などする必要はない。ただ、一人だけ異変に気づいている者がいた。あのエビルキャップ、何かまの力を感じる。今後はあの闇野に注意を向けることにするか。岸田に連絡だ。切り裂きと大田が同時に体調不良になったことを怪しく思ったアーサー。エビルキャップの存在も気になる。奴は何をするつもりなんだ。続く9年目。闇野の野望が始まる。数々のタイトルに選出され防御率 2.82、13勝、奪三振178を記録。正直成長も見られず不安もあるが、今回の目的は上質な魂を集めること。成績はある程度残せれば問題ない。ただ、俺より強すぎる奴は正直目障りだ。今年闇野は中日ドラゴンズ柳の魂を封印。とりあえず1年に一度のペースで魂をもらうことにする。中日ドラゴンズで優秀な選手だった柳の急な体調不良。なぜこんなことになったのか、誰もこの真相を知ることはない。ただ一人を除いては。やはり闇野の仕業だったか。なんとか奴の対策をしなければな。続く10年目。さらに球速は下がるも防御率3点台、15勝、奪三振147と相変わらずの成績を残す。その結果年俸アップのウォーク。ファンからも支持されており、近いうちにポスティングで海外に行くのではと話題になっている。もちろんそんなこと考えているわけがない闇野。今年も標的を定めた。
今回の標的はヤクルトの渡辺。打率3割9分、36盗塁とヤクルトになくてはならない存在を容赦なく消した。前年の柳に続き渡辺までスランプに陥るとは。一体何が起こっているんだ。こんなものでは終わらないぞ。来年もエネルギーを吸収させてもらう。続く11年目。球速が徐々に下がっているも防御率 2.47、14勝5敗、奪三振145といつも通り優秀な成績を残す。最多勝に選出され今年も大活躍となるも、徐々に劣化していることが伺える。まだエネルギーは足りていない。もっと上質な魂が必要みたいだ。今年はこいつにするか。今年標的にされたのは広島カープの森下。防御率 1.81、14勝4敗とカープになくてはならない存在である。世間では優秀な選手が何年連続もスランプに陥ることなんてあるのか？日本のプロ野球は呪われているんじゃないか。などの噂が目立つようになってくる。また、今年アーサーとヤミノは交流戦で言葉を交わした。ヤミノ、お前がしていることはわかっている。なぜ選手たちの魂を封印するんだ？なんだ、気づいていたのか。まあ、理由を話す必要はない。私はお前の悪事を必ず突き止める。待っていろ。ふん。できるものならな。目的に気づいた者がもう一人いる。奴も潰さなければならないな。闇の別れを見た瞬間そう思った。続く12年目。ついに球速150キロとなり防御率 3.56 といまいちな成績になってしまう。チェンジアップのブレーキも悪くなり、本格的に劣化が訪れているようだ。コーチにも衰えていると言われており、引退のカウントダウンは始まっている。ちなみにエディルキャップは当初不気味と言われたが、今はマスコット的な扱いになっているという。まあ、それもそれで悪くないな。そして今年の標的はソフトバンクの三森。打って走れる機動力のある選手がターゲットとなった。いい感じで溜まってきている。今回のループでエネルギーは溜まりそうだな。以降のループでは自分の実力を解放し、誰よりも強くなることを確信した闇野。そんな彼の野望を止めるためにアーサーは動く。闇野。お前の好き勝手にはさせないぞ。続く13年目。巨人は日本シリーズ進出。対する相手は、ソフトバンク。アーサーが所属しているチームだ。闇の、私はこの試合に勝ってお前の野望を終わらせる。今まで犠牲になった選手たちの魂も返してもらうぞ。はぁ、そんなことできると思うのか？まあ、できるできないは別としてお前はこの試合に勝てない。お前も俺の野望の糧にさせてもらおう。死ぬか生きるかの対決。本気で来い。行くぞ。闇の。日本シリーズ第5戦目。巨人闇の先発、ソフトバンクアーサー先発で勝負が始まる。さて、これが一番の大勝負か。闇のは初回1点を取られてしまい、3回にもう1点追加される。ソフトバンクのアーサーのボールを簡単に捉えることはできず、巨人は苦しんでいるものの。俺が取り返す。闇野はストレートをスタンドに運び、そこから勢いをつけ巨人は5回までに7点を獲得。何？そのまま試合は進み10対3で勝利。巨人は次の試合にも勝利し、日本一に輝いた。ま、負けただと。残念だよ。お前は最高の選手だった。ただ、最高だっただけだ。俺が最強になる過程において、お前は邪魔でしかない。それじゃあな。覚えていろ。お前は必ず滅びることになる。誰かが必ずお前を滅ぼす。終わった。もう彼を止められる者は誰一人いない。これからは好き放題できる。プロ野球選手全ての魂を奪っても問題ない。最後の仕上げだな。闇のは魔法陣を形成し、より広範囲にエネルギーを得られるよう罠を仕掛けた。ただ、この罠の軌道も今すぐにではなくある程度時間がかかりそうだ。最強までの道は近い。あと、もう少し。続く14年目。身体能力の衰えはあるものの防御率2点台といつも通りの成績を残す。年俸は3億1000万とダウンしてしまったが、まだまだ闇野の勢いは止まらない。というよりも闇野にとってはどうでもいいことだ。魔法陣の効果がしっかりと反映されるまでプロ野球人生を続けるのみ。常に一軍にいればそれだけで問題ないのだ。なかなか効果が強まらないな。時間がかかるみたいだな。じっくり待とう。邪魔者はいないのだから。続く15年目。登板回数が徐々に減りつつ、防御率 3.04。勝率も5分になり衰えを感じる。首脳陣からもそろそろ闇のは限界かもという声が上がるようになり、本格的に引退の時が近づいているかもしれない。もう少し持ってくれないと困るな。これ以上の成績低下は命取りになる。
せっかくの計画が台無しだ。あと2年、2年いれば確実だ。来年を乗り越えれば問題ない。果たしてしっかりと成績を残すことはできるのか。続く16年目、大幅に能力は低下するも防御率3点台、奪三振62と相当の衰えを感じるが、まだまだいける。まあ、闇の敵には来年の契約を結べればそれだけでいい。なぜならもう一度過去に向かうつもりだからだ。よし、来季魔力が溜まる。そろそろ体の衰えも激しいし、終わってもいいかもな。まあ、楽しかったが、この世界のプロ野球選手は全員利用させてもらう。来年、彼はこの次元から去ることになる。その時一体何をしようというのか。そして17年目、闇の引退を表明。能力が大幅に下がるも最後まで先発の仕事をきっちりとこなし、負け運と呼ばれながらも巨人のために仕事をしっかりとした男。そんな男のプロ野球人生が終わりを告げた。闇のは200勝達成したことにより殿堂入り。負け運がありながらも200勝を達成し、通算防御率 2.81、奪三振2319と巨人の投手として何恥じない活躍をした選手。伝説を残した男のプロ野球人生が終わりを告げた。さて、始めるか。闇野は巨人のマウンドに立ち、合図をした。これで俺は究極の力を手にすることができる。この世界の選手たちを糧にして。その瞬間、暗黒空間が球場全体に広がり、おのおの練習していた選手たちが全員倒れた。それは読売だけではない。各球場でこの事件は起こっており、12球団の球場にいた全ての選手のエネルギーが闇野のソウルジェイルへと集まった。なんだこれ。どうなってるんだ。急に力が。プロ野球選手という上質な魂を大量に手に入れた闇野。もうこれで計画は実行できる。あとはエビルキャップで過去に戻って、最強の力を解放するだけだ。それじゃあこの世界よ。さらばだ。ここは、お前で最後のようだな。え？ミクリアの魔法によってここに移動してきたのだろう。なら目的はわかっている。闇野という魔の存在を消すこと。それが私たちのするべきことだ。闇野のことを知っているのか？話なら聞いてる。私たち円卓のメンバーも奴によって被害を受けた。これ以上被害を増やさないためにも私たちが立ち上がるしかない。協力してくれるか、切り裂き。大切な人の魂を奴に奪われた。私はあいつのことが許せない。むしろこっちからお願いしたい。協力させてくれ。すべてを終わらせるためにエンタクルスに導かれた12人が集う。闇の野望を終わらせるために。